こんにちは。ゆっくりフリースキーです。今回はこちらの質問。いつも楽しく見ております。ロデオさんをトランポリンで練習しているのですが、どうしてもバックフリップになってしまうのと、ロデオさんっぽく頂点でグラブしても、そこから回転するイメージがつかめず、恐怖心でグラブしたままトランポリンで着地してしまいます。何かコツやイメージやアドバイスがあれば知りたいです。ロデオさんをトランポリンで練習するときは、トランポリンの反復練習ができて、着地の向きがどこでも大丈夫という最大の特徴を生かして、動きの幅を増やして慣れることを重視して練習していくよ。まずはバックフリップ。次にバックフリップを少しだけ斜めに。顔の向きを変えてもいいし、体を少し開くイメージでもいいよ。そしてさらに斜めにバックフリップ。最後はサイドフリップになるぐらいまで。この調節を細かくできるほど、普通のバックフリップにならず、好きな軸の方向にコントロールしやすくなるよ。そしてこの練習のポイントは、膝を抱え込むバックフリップが真上に飛んでできること。腰を反らさず真上に飛んで、回転の中心が体の真ん中に来るイメージ。踏み切りも着地もトランポリンのマークの上に来るようにするよ。腰を反ると後ろに飛んでいくよ。多少ずれてもコントロールはできると思うので、ある程度まとまるように反復しよう。この感覚を使ってバックフリップの方向を変えることで、トランポリンの中で横っ飛びせずに安定して方向を変えることができるし、好きなところをタッチしてグラブの練習にもなるよ。スキーを履いてロデオさんする時のポイントでもあるので、軸をずらす前段階としてこれも練習してみてね。今回のやり方のポイントは、決まった形を作ることよりも、動きの幅を広げることとその感覚に慣れることなので、安定したフリップと方向に変化をつけられるようになったら、反復して自分のお気に入りの軸を見つけてみてね。ということで今回はトランポリンを使ってロデオさんを練習するポイントを紹介したよ。トランポリンはフリップやサンディに限らず、簡単な回転やグラブでも動きを細かく分解してくっつける。そしてそれを反復して空中感覚をつかめる上に楽しくてめっちゃ良い運動になるので、来シーズンに向けてこの夏ぜひトライしてみてね。それではまた次回。